シャンシャン。水ちゃんがちょっと見えるようにしておきましょうね。はい。なんかさっきさ、ラブちゃんと呼び合ってる感じの鳴き方だったんだよね。はい。はい。ラブくん、アンズさんの顔が見えるんですけど、いかがでしょう。遊びの方に興味いっちゃってるね。全く警戒しないよ。うん。ナチューすぐ下。アンズラブ。うん。そうだね。あの誰だかわからないやつがちょっかい出すからっていうことだよね。うん。ただアンズちゃん外出せないんだよね。はい、シオンくんおいで。シオンくんなんて変なとこ挟まろうとしてる。おうおうおう、ラブさん、涙の再会みたいな感じにはなりません。鼻中をして特に問題なく離れました。ポンちゃんの時とだいぶ違うっていう程度でしょうか。ジャン君の時よりもさらに有効的かな。はい、しおくん接近します。シオン君には挨拶しないね。
しゅんくんはだいぶ気になってるみたいなんだけど、あれかな、他のことに警戒してるから近寄らないのかな。あんじちゃんは20センチの距離を置いてます。じゃあ閉じといてあげましょう。また今度はね、なんかね、もう一つ近寄ってこないのは人が見えたりとかするからじゃないかなと思うんだけど、その辺に慣れてきたらもうちょっと有効的になるんじゃないかな。徐々に上を開けていこうかね。上はもうご飯を食べる時くらいしか登らなくなっちゃったじゃん。まあその辺よりもやっぱ人の目線に触れるのが嫌なんだと思うんだけど、少し慣れてもらいたいんだけどね。2階の、そっちにしようか。ちょっとじゃあ試しにやってみようかね。よし、じゃあちょっと作り変えるね。よいしょ。あ、クリップ？おう。忘れてた。このような形にですねなります。ラブシオくんたちから見てこんなですね。ここで会話ができるでしょうか。もしくはケージを近づけるっていう手もあるな。ちょっとこれで様子を見てみます。母親だからなのか分かりませんが、ラブシオがちょっと色めき立った感じになっています。特にシオン君はだいぶこのアンズちゃんのケージが気になったようです。はい、じゃあそろそろご飯だよ。はい、いいんだね。楽しいんだね。はい。ラブくん小さく泣いてたんですね。ラブちゃんが来たの？はい、しおんちゃん。偉いね、しおんちゃん。もう定位置にちゃんと戻るようになったね。お母さん、二人ともおじさん。親バカ発動中、天才かも発言出ました。だいたいうちにいる子はみんな天才になっちゃいます。あ、ほらほら、アンズちゃんがラブくん見て泣いてるのか、ご飯見て泣いてるのか。あれ、アンズちゃんの出してないっけか。はい、ちょっと待ってね。なかった。あ、あった。取り出そうか。アンズちゃん、ちょっとここ開けますよ。はいはい。もう人にはシャーシャー言うのね。はい。はい、食べたいのかな。足りなかった。少しあげる。ちょっとおやつあげようか。昼間もちょびっとあげたんだけど、チュールをあげた。
っぱお腹空いてるね。あの指の匂いを嗅ぎました。お母さん仕様です。ちょっと病院より多いです。食べる食べるね。食べるね。よく食べない。食べたかろうと思って。